日々医学が進歩しているというような中で、日本人は生涯で2人に1人ががんに罹患するようになったっていうような状況って、この異常な状態っていうのは何が考えられるんでしょうか。そうですね、薬は絶対進化していってるし、はい、医療の検査の技術、はい、当然、ね、こういうふうにこう心臓疾患とかそういうものはだいぶ克服したんですけど、とにかくがんが増えてるんですよね、はい、あと免疫関係の病気とか、はい、そういうものがあまりにも多いんで、はい、ちょっとがんについて実際統計を見てみます、はいはい、病気の特徴なんですけどね、はい、そう、年配の方がかかるがんと、はいはい、若い人たちがかかるがんってやっぱちょっと違うんですよね。そうですね、最近若い方多くなりましたよね。これは2018年の、はい、春先に厚生労働省が発表した、はい、これはまず小児のがんですよね、はい、14歳までは白血病が多くて、はい、次脳腫瘍、はい、次リンパ腫なんですよね、はい、であとはもう珍しい難病なんですよね、はい、めったにないようなのが、うん、で当然もうちょっと幅を広げて、はい、これ綾世代を調べると15歳から約40歳まで調べると、はい、やっぱりここ白血病が多かったそうですよね。でもう30代後半になると乳がんが増えてきたり、はい、子宮がんが増えてきたりとか、はい、甲状腺、はい、ここら辺からもっとお年寄りというか年を取った時にかかるがんが目立ってくるんですけど、そうですね、これある特徴があるんですよね、はい、例えば、リンパには油性物質とか汚染物質とか化学物質がたまるんですよね、はい、たまった結果血液にもやっぱり異常が起きてくる、はい、白血病というのは、白血球は作られるけど仕事をしてくれない白血球がどんどん増えていく病気なんですね。uh-huh. でそういうふうにこう細胞が作られるときに異常が起きたりとか、はい、これはなんかどう考えても化学物質が原因じゃないかなっていうのを疑わざるを得ないんですよね。健康の条件っていうとやはり、きれいな空気にきれいな土、それから、きれいな川っていうのが条件だと思ってたんですけど、最近はそれ変化してきていますか？そうなんですよね、全部がやっぱり汚染で汚れてきてるんですね。まず大気は当然、工場の煙はだいぶ制限されてますけど、はい、車がやっぱりこれだけ増えてる。で、まあ、当然これもありますね、はい、ただ家の中でも結構いろんなもの、化学物質は知らない間にやっぱり便利なものを求めるのでどんどんできてきます。そういうものが長年ずっと、はい、汚染を、はい、環境を汚染すると当然そういう環境で育った野菜だ、はい、そういう食べ物は、はい、やっぱり汚染されてくるんですよね。ああそうですね。いくら例えば浄水器つけてきれいにしても、はい、当然水だってそういういろんな残留物があるし、はい、あと魚介類だって食物連鎖で PCB が溜まってきたりとか、はい、あ昔ほど取れなくなりました。そうなんですね、はい、だから結構まあヘド臭いっていうのは減ったかもしれないですけど、はい、食物連鎖でね、例えば最近だったらマイクロプラスチックが溜まってくるとか、いろんなものがで便利になるものですね、いろいろいろんな製品、本当便利ですよね。物も腐らないし、はい、例えば虫が来てもすぐ殺せるとか、抗菌だ、ね、防虫だ、はい、いろんな加工、はい、だから衣食住に全部化学物質が含まれると思ってもいいですね。だから食事だけ気をつけても病気が治らないようになってきてるんですね、はい、案外化学物質は気をつけてませんでした。落とし穴ですね。それでそれが病気に関係あるということをちょっと学んでいきたいと思います、はい、病気になる、ね、原因になるものっていう中には、はい、昔から重金属、水銀であったり、はい、鉛であったり、そういうのは結構有名です。そうですね、はい、最近は缶ビールとか飲んでも、はい、アルミニウムはプルトップですけど、プチッと切れたら破片がやっぱり毎日あ、はい、それを胃の酸で溶けてしまったら取り込まれてしまうんですね。うん、でいろんなところに骨だ、脳だ、皮膚だ。で昔はヒ素の中毒なんかもありましたけど、はい、やっぱりヒ素なんかも同情中にあるんですよね。うん、で水銀は例えばその
蛍光灯なんかでも中には水銀入ってますから、はい、破砕ゴミで捨てた場合も水銀がやっぱりこう大気中に、あと歯の詰め物なんですね、そういうものも水銀があるし、あとカドミウムなんかはちょっとしたあのプラスチックの色をつけるのにカドミウム入れると綺麗な色が出るというか赤いような色ですね。発色が綺麗になるってことですか。そうですね。あと農薬にも使われてます、はい、それなんかはカドミウムですね。重金属だけではただ病気にはなかなかならない、はい、体もやっぱり防御しようと思って、はい、無害にするような方法は兼ね備えてるんですけど、はい、重金属プラスさまざまな電磁波ですよね、はい、医療機器からも検査した時に MRI も CT もあ出てます。あのそうですね、専門の人はね、なんかつけますよね。レントゲン車とかもそうですけど、はい、あとは、今は、まあ携帯であったりとか電子レンジであったりとか、はい、電磁波に、暴露することがすごく多いんですね、はい、で重金属が体にあるプラス電磁波っていうことを考えると、はいはい、重金属が電磁波のアンテナになるんですね。へー、だから重金属溜まってる人が電磁波の影響を受けやすいっていう事実があります。でここからですね、はい、重金属の影響で、まあ、電磁波のアンテナになって体に、はい、影響が出る場合は、はい、体の中でまずタンパク合成が重金属があることによって、はい、普通はあの体には、L 型アミノ酸っていうものが、はい、一番多く含まれるんですけど、はい、体が老化していったら病気になるとこの D 体っていうのが増えてくるんですね、はい、重金属がある場合は D と L っていうのが両方できます。ラセミ化っていうことが起きるんですけど、年齢関係なくできるっていう。そうです。あの、はい、昔あの若い時は多分 L 体が多かったのが、はいはい、D もかなり増えてきますよっていうことが起きてきます、はい、そうなると次どうなるか、はい、最近あの簡易式でがんを見分ける方法確立されてきてるんですけど、人の尿を取ってみて、あと線虫ですね、これをがん患者さんの尿と健常者の尿と、この虫はがん患者さんがあのした尿の方に近寄っていくっていう性質を、さっきの話じゃないけど D アミノ酸が病気の場合は増えてくるっていうことなんですね。からこうなると、体の中にはウイルスとかバクテリアとか、はいはい、言うたら有用生物じゃないものが体の中に増えてくるんですね、はい、だから感染症にもかかりやすくなる、はい、がん細胞も元気な状態、はい、そういうふうな状態が作られてしまうんですね。そこにその虫、線虫が寄っていく、言うたら体の中にも線虫というか、もし感染症が起きたら居座るということです、はい、大好きな電柱が大好きな環境、はいはいはい、同時にウイルスやバクテリアも体の中には潜みやすくなるんですね、はいはい、こういうのが血液のがんを作ったりとか、はいはい、いろんな病気を引き起こすっていうふうに考えてます、はい、病気の原因を考えるっていう資料を作ってますので、それぞれ各論でどういう化学物質が体にたまるかとか、はい、どこにどんなものがたまりやすいか、はい、というのを解説していきたいと思います。はい。